熊本とのホームゲームということになる長崎です。両チームの選手が入場してきました。右ホームの千葉、左アウェーの長崎。動かさないといけないですし、もう少しテンポアップが必要ですか。そうですね。グランダーブアリか惜しいですね。あとは今みたいにこううまく広げたところから加藤石につなぐ澤田、マイクレイソン、澤田入っていった、澤田惜しいですね。自分で打ってきました、はい、折り返してブアリカ、レオンソン、レオンソン、千葉の決定機。前半もそうでしたが、笹長崎、澤田の間で受ける動き、ポジション取りっていうのはいいですね。クレイソンから徳倉チャンスだ、徳倉長崎先制。背に見て左足で流し込みました。この外し方が見事だったと思います。でこの画面に映ってないところの徳倉の最終ラインの駆け引きも上手でしたし、しっかりこう顔を上げる時間も作りましたし、最後はインサイドでうまく流し込みました。見事なゴールですね。中にスプリントしていって奥、クリスティアノ振りますよね。少し足元内側に入りました、はい、前に入っていく千葉の選手、先に触った、こぼれた、福光、リカウド・ロペス。よく覚えましたけどね。クリスティアーノチャンスだ、折り返した。ここでタイムアップの上。